まあ、コースわかんねえけど、わかるだろ。仕事です。今日の練習は810本入れていきます。ペースはそんなに決めず、まあ、主観で、まあ、LT 付近っていう感じでいきたいと思います。で、今日のコースはですね、クロスカントリーコースに来ております。見てわかるかな？めちゃ、昨日一回ちょっと走ったんですけど、めちゃくちゃ勾配がきついんで、タイムってよりは、今さっきも言ったように、まあ、ちょっと主観で頑張るみたいなイメージで行きたいと思います。で、ここが 1.8km ぐらい、1周 1.8 ぐらいなので、800行って100ウォークみたいな、100つなぎで800を回したいと思います。100はもしかするとジョグかウォークかどっちかで行きたいと思ってます。100しかないんで、逆に言うと走っちゃうともう30秒ぐらいで次の本数行くことになるんですけど、まあその辺はね、まあ、基本はなんか1地層とか LTK、 基本は LTK ってまあつなげてやりたいというところもあるんで、まあ100できるだけ、まあその休むってよりは距離の調整みたいな感じで100を行きたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日は行っていきたいと思います。本日のシューズはベイパーフライ、まあ、ベイパーやっぱいいよね、走りやすくていいんで、まあ、しっかりベイパーの力を使って頑張っていきたいと思います。でコースもね、あんまり分かってないんで、まあ、ちょっと一周目は遅くなるかもしれないですけど、コース把握しながら一周行って、でまあ、2本終わるんで、3本目からちょっと本格的にやっていきたいと思います。そんな感じで、まあ、8本、最低8本、最高10本、いければと思います。スタート。あ、ここがスタートだった。1830だから、ちょっとあれかな？調整しないといけないか。まあ、ちょっとその辺は臨機応変にやっていきます。コース間違えなければ、2本ごとにここに戻っていく。奇数本数がここスタートになる感じになるかなと思います。では行ってきます。よし。あ、間違えた間違えた。これ多分違うわ。こっちにしないと。きつい。今レスト中。ちょっと、100ジョグじゃなくて、50ウォーク、50ジョグに切り替えます。ちょっと持たない。100ウォーク、100ジョグで繋ぐともう20秒でスタートしちゃう。休憩は1分ないぐらい、45秒ぐらいは取りたいなと思います。きつすぎ。やば。黒缶舐めてたな。キロ3分20ぐらい平均で、まあ3分30ぐらいまではいけるかなと思ったけど、全然ですね、もう最後の10本目なんか、全く走れんかった。きつい。でもね、多分心拍がね、めちゃくちゃ上がったんですよ。今はめっちゃ下がったけど、走り終わってもう2、3分今経ってるぐらいで83まで落ちてるから、まあ、回復力は早いのかもしれないね。走ってる時は180普通に超えて、キロ4とかでも
あの心拍180ぐらい超えてたんで、まあ、だいぶいい負荷がかかってるんじゃないかなと思います。まあ行きで5キロぐらい走ってアップで、で帰りも5キロぐらい走って帰るので、で今インターバルで9キロ走ってるので、トータル19キロ、20キロ弱になるので、まあ、非常に、いいインターバルになったんじゃないかなと思います。で今10本目終わったところで、ちょうどこうコースの一番反対側にいるっぽいんで、ちょっと帰りながらコースの紹介をしたいと思います。コースが思っているよりきつい。ただなんか今日8月の11、12でお盆なんですけど、一番多分暑い時期、時間も9時ぐらいなんで結構暑い、普通に河川敷とか走ってたら暑い日なんですけど、ここはねすごいずっと木陰が続いてるんですよね。で結構なんか暑い夏日のなんていうのかな、重い空気っていうのかな、なんかもわっとまとわりつくような空気っていうのがここにはなくて、まあ多分この森林公園、まあ、黒缶になってるんで、まあ、この木がいいことこう酸素をね、こういい酸素を生んでくれてる感じがする。あのコースはめっちゃきついんだけど、あの爽やかにというか涼しく走り切ることができました。で残念ながらね、こう後半区間は結構下ったり上ったりのアップダウンが多いコースなんですけど、最初のスタートして直後の100、200めちゃくちゃに登る区間があって、あそこが鬼きつい。イメージは富士山マラソンのあの20キロからのところ、あそこを走るようなイメージですね。あ、富士山マラソンはね1キロぐらい登るんですけど、まあ、こっちは2、300かな登ってっていうところなんで、まあ、富士山マラソンほど長い登りってわけじゃないけど、まあでも周回 1.8 なんで、回数重ねれば登りを何回も走れるというね。あ、ちなみにここ下ってます。で意外とね下りでペース戻せるかなと思ったんですけど、下りも下りで、あのブレーキをかけながら行かないと、あの結構こう曲がり角が多かったりで、道もねそんな広くないんで、こうコースアウトしちゃいそうになるんで、うまくこうペース乗せれないんですよね。で今下ったかと思えば今度登るんで、下りも曲がり角多くて結構スピード乗らないし、ですぐ登りに来るしで、めちゃくちゃあの難易度が高いですね。軽く登ったらまた今度下ります。まあ基本後半区間はアップダウンありつつの、まあ、下りが多いかなっていう印象ですね。前半の登りを消化するような感じです。はい、ここ下ってます。曲がってまだ下ります。でほら木陰が多いでしょ。これがね涼しくてめっちゃいい。あ、ちょっときつい。この木陰の多さが本当にいいですね。体感5度ぐらい違う。下界が33度とかだったら、ここは多分28度とかそんぐらいイメージは。でそれこそもう早朝とかだったらめちゃくちゃ涼しいんじゃないかな。きつすぎる。あとゴールまで200、ちょっと疲労困憊。この後5キロ走って帰るのがきついわ。ああきつい。黒缶の全貌。あ、これがきついんだよ、これ。で、その後も下るけど、アップダウンがあって。
最大高低差37メートル。高低差37。でも 1.8 キロで37メートル。しかも最大高低差だから、まあ、多分今の上下は含まれてないよね。一番低いとこと一番高いとこで37。その中で結構登ったり下ったりを繰り返すんで、トータルの登りは結構多いと思いますね。はい、見えてきました、ゴール地点。ちょっと戻ったらコーラ飲みたい。はい、終了。あ、最高。あ、うまっ。